スマホって高くない？わ、ほんとだ。地球にはバイトがあります。バイト？バイト？エアモンストしないぶつかってさ、弾けてさ、笑ってさ、あ、休憩終わりです。ガッチャ。まあもう一つはですね、子孫くんが元気で あの宇宙から帰ってきましてですね、宇宙から帰ってきました。そう、宇宙でちょっと いろいろ仕事があったんだもん。そうなんですよ、ね、ごめんなさい。そう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 、宇宙案件がね、宇宙案件があって、いやでも本当に暖かくて、久しぶりに皆さんに会ったらなんか最初の時と変わらない空気感で、やっぱ楽しいなってすごく感じました。うん、よかったよ、本当この3人だけだったら、ね、安心したよね、うん、安心した。地に足つかないから、ね、そうそう、3人だけだったら本当に地に足つかない感じだった。地に足ついてないもんね、今も。俺はついてない。まとめ役がいないとやっぱそうね、ほんとそうだね、一気に落としてくれるから。いや本当にそれが本当にもう本当に良かった。ありがとうございます。子孫がいないと、子孫くんいないと、やっぱり子孫見るためのガヤですから。何ガヤガヤ、景色よ、ね、という割には一番ない景色よ。この二人が一番もう緻密な芝居考えてますけど、いやいや、あの やらないと負けちゃうね。そう、うん、俺らが黙って立っててみ、もう俺なんて観葉植物かなと思ったらしい。俺も俳優干される。いやでも俺、ね、4人でどうですか。いや最高ですよ、やっぱり盛り上がりますよね。もうだしさ、もうなんかやっぱ一番最初の頃に比べるとスムーズになってきたね。あれ勝手が分かってきた、うん、確かに勝手が分かってきたっていう言い方もいいね。そうね、地球での言い方の勝手が分かってきた感じあるからね。なんかその辺はやっぱりこうチーム感が出てきたから、うんうん、監督の演出もほぼほぼ擬音だもん。そうっす、うん、確かに。ふわっとニュアンスだけど。そうだからなんか撮影のスピードも速くなって、うん、みんなにとっていい感じになってきたんじゃないですか。で楽しくできてるし、楽しい、うん、ね、うん、まあ暑さはどうですか。暑くなってきましたね。俺はプロだから暑くないよ。おめえが一番ヤバかっただろ。一番全然よ。一回タイムしたから。俺しか来たことないから。そうだね、俺らこれね、これしかわかんないから。だし今もうスマホに、スマホが欲しいからね、暑くなっても洋服が欲しいっていうのは思わないからね、我々。はい、洋服っていう概念があるのかどうかは全然暑くないけど、すごいサポートを受けて。なんとかなんとかやれてます。毎回進化してません、だって、うん、すごいよね、中とか。そうね、中にあの、そう、冷却のベストみたいな。そう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 、いろいろね、保冷剤をね、やって体の中に。扇風機を見たことない量ね、扇風機が。ね、このもういっぱいあったよね。そう、だからこことここから風来てるから、なんか来ない風が。一方向から来たら来てんだけど、ここでなんかぶつかっちゃって、なんかすごい不思議な台風の目みたいな状態になってる。涼しいけどドライアイになるから、最近目つぶって、目つぶってたらもうしんどいんじゃないですかって言われるから。そうね、そうです、体調気使われてね。そうそうそう、でも元気に本当にやれてるから一番いいです、うん、そうですね。昨日はエアモンスト楽しかったね。エアモンストね、エアモンストは一番楽しかった。楽しかった、楽しかった。もう朝早く呼ばれてあれから始まったよ。投げられそう、回ったり頭こうやったりも、ね、脳揺れて本当にゲボ吐きそうだった。あんなやっちゃ初めて見ました。サウナで遊んでるみたいな感じだったよね。でもなんかいいよね。昨日俺のヘルメット姿見た。あ、すごかったでしょ。なんだっけ、入りきてないもん。もう本当になんか違う、なんか電撃なんとかの人みたいな。あんまり言えないけど。そっちがちょっとね浮かんできたけど、でもちゃんと重力に負けてないんだよ。まあまあまあ。被ってても。うん、確かに。そのすっごいスプレンダーを使ってた。私、一人だけ一日中被ってた。そう、お弁当食べながら。お弁当食べながら、これはちゃんと脱いで涼しくしてたんだけど、ヘルメットだけは被ってる。しかも、あのヘルメット、気を使わない重さしてたよね。そう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 。そんなに頑張ってんのに。首持ってかれる重さの本当にヘルメットだったからね。戦の時の兜とかあれでこうやってんだよ、俺。
回ったり、確かに結構ね。いやだからそれぐらいやっぱりこうモンストをやるときにはこう熱量が必要だと思うんですよ。そうだね、ほんとカロリー使って取ってますんで、ね、帰ってからだってもう気絶したように、飯食いながら気絶したの昨日楽しかったね。でも楽しかったです。なんかお二人は結構素直を感じるというか、いやでも僕、あでも志尊君の体勢が結構、いよいよ全然全然全然柔道リュージュロードって感じだったけど砂だって俺、うん、全然入ってなかったよね。全然入ってなかったそう、全然入ってなかった。だってもう見てないスマホ欲しいんだもんなんでスマホ欲しいのにこんなやってんだろうそしたらその前お二人でこんなこんな感じ、いやいや、あれめっちゃ重いって言ってました。あれ重かったよ、めちゃくちゃ重い、痛めない重い、なんかお願いしますって言われてこうやって戻ってきた、動かねえじゃん、めちゃくちゃ重い、めちゃくちゃ重い、マジパイプ本気だった、激重ヘルメットにマジパイプ激アツスーツ本当ね、本当にバイトしてる感じだね、うん、地球は大変だよ、地球は大変だよ、大変だよ。バイトってしつもやったんだろう、僕スーパーのレジずっとやってました。スーパーのレジ惚れちゃうよ、スーパーもう某有名チェーン店のスーパーのレジ結構 3,4 年やってましたね。へえ、お客さん増えたでしょ、ママさんお惣菜とかもらいました。うわあの夜とか結構お惣菜くれたりとかありましたね。残ったやつじゃなくて揚げたてくれるでしょ、あのもう買ってピッてなっていくらですっつってこうやってやったらはいあげるってそのままされる。うわイケメンの人だな。いや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 、でもずっとそれ以外やったことないですね、それ一つ。俺逆にレンタルビデオ屋、某有名レンタルビデオ屋さんのレジにいたんだけど、はい、あの延滞料金払えって言われたからね、逆におめえが返してないんだろってだから総菜もらってるじゃん、はい、俺逆にこう延滞1200円ですって言われた、なんで払わなきゃいけないんだよ、お前が払えよって言われてマジですか、意外と悲しいエピソード。悲しいよもう悲しいからやっぱ上げていかないとさそう、やっぱり志尊くんレジいたらやっぱり6番レジだけすごい並んでるみたいな あるでしょ。お二人は。俺はバイトの面接を3件ぐらい受けて全部落ちてる何受けたの、何受けたの全部キッチン系、デリバリーのキッチン系を受けて3つ受けて全部落ちてる。キッチン系落ちたの珍しくない？そう、ここでやばかったって言われて普通落ちないからねって言われて。そうだよね。そう、それも遅れてそこから経験したことない。あでも面接まで経験あるけど、俺面接は行くけど1日目でクビになってたなんでそれもそれ何してんのポールポール仕事できなすぎ、注文覚えらんねん書きなさいよ機械なんでよくわかんないし、あのピッピッてやるやつね、急に渡されてさ出されるじゃん野良の俺が何言われてもはいって書いて、何の来ないからファミレスとか、 なんか居酒屋とかさ、おお全然できない、似合うじゃん、全然できないの仕事、それでクビにされんの、それよ1日でだって回転しないんだよそれが問題だなって。いやだからやっぱりいいね志尊くん、なんかやっぱりやっぱこうなんだよ、こうならないといけない、やっぱ4人で俺なんて何もできないからここにいるんだもん。流れ着いた今ちょっと見つけたかなって思いますね、流れ着いたここが受け入れてくれたって感じ。そうだね。本当になんか受け入れてくれる場所が確認しなかった。あっただからやっぱ宇宙人になるべくして我々はなってるような気がしますよ。なんか、はい、そうじゃない。で一人だけよ本当に。本当やっぱりね。やっぱいいね。いい。いや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 。だって俺がお客さんでももう買った野菜とかも全部あげてる。野菜もらっても。野菜もらってもお釣りずっと使わずに取っとこうかな。僕たち4人はまだスマホをゲットできてないのでエアモンストを楽しんでおりますが、夏の暑い中皆さんは涼しい部屋でみんなで集まったり、そしてこのゲームの中でみんなで集まってモンストを楽しんでください。僕らはもう早くスマホが欲しい、スマホ欲しいですよね
うまいこと言おうと思ってからまってる。あのなんかみんなで集まってって言った瞬間にコロナ禍だよな、いちいちめんどくせえとかって思って今思っちゃった。ちょっとね、いろいろ惜しかった。今もう言った瞬間にコロナ禍だよって聞こえてきたもん。前半めっちゃ良かった。天の声が。フォローがだって。そう。みんな涼しいところが最高だった。そう。2秒曲がったもんね。ネット上で集まってみたいなさ。もう一回やりますか。僕たち4人はまだスマホをゲットできません。皆さん、かわいそうでしょ。もうちょっと絡まってた。オリジナルにしてんのに失敗してた。そうそうそう、鑑定ある。いや、これをね、言いたくない精神がこう出てきてるんだよね。こうなってっから、うん、はい、僕たち4人はまだスマホをゲットできてないので、あの皆さんは夏の暑い中、涼しい部屋でゲームの中でみんなで集まって楽しくモンストを楽しんでください。僕らはスマホをゲットして早く皆さんとモンストができるように頑張ります。ぜひスマホでモンスト楽しんでください。最後だけ読んだよ。じゃあね。そうですよ。なんか焦ってるっしょ。特別なのに。持ってきてください、ちょっと。みんな忘れてるからさ。うわぁ！ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。いや、すごい。何これ。え、バラのモンスト、すごい。うん、わあ、これ相当すごい。相当すげえな、これ。すごい。え、わあ、しかも32歳。そう、32歳、ミツです。ミツの年ですから。すごい。もうミツ島じゃなくてミツでいきます、今年は。改名、今年改名です。ミツです。千鳥のノブみたいな。癖強い。ありがとうございます。抱負、まあ本当に今年これこのモンストの宇宙人シリーズが始まって、なんか本当に楽しい表情で楽しいこう CM をみんなに届けれてるっていうのを実感できてることがすごく嬉しいんですよ。まあ僕がですね、こんな格好してるんで、知り合いもなんか知らない外人が出てると思ってた人も何人かいましてですね、あのもう少しこう密っていうのをね、こう前面に出していきたいなと思うんですけれども、皆さん協力よろしくお願いします。皆さん、お大変さんね。はい。まあ本当にこの CM 含めいろいろなことに愛を込めて、愛情たっぷりで1年間密密でね、愛情密密で行きたいなと思います。これ以上喋ると本当にまたと思ってくるので、これぐらいにしておきます。本当にありがとうございました。はい。いや、すごい。これはすごいよ。これはすごい。わあ。昨日ないなと思ってたら今日だったのね。あ、もうこの現場はまあ急いでるからなと思って。しかもすごく重い。すごく。次のシリーズからこれ持ちながら。ね、マジで本当にもうこれ頭の上に乗せてるとかなしだから。これが親という設定。いや、でもすごいね。ちょっと重くて浮いちゃったけど、そのぐらいあのモンストチームからすごく重さを感じております。愛の重さです。ありがとうございます。